柏原さんが言った一言が、はい、え、なんでおっしゃってました先生。もうハラちゃんかっこよすぎてこれつまんないわっつって早めに閉じるっていう、それがね面白くて、スーツを着てすごく似合う男優っていうのは、はい、ショーン・コネリーなんですよ、はい、おー、ゼロゼロセブン、ダブルセブンなんですよ。じゃあちょっとここからはまた新作というよりもちょっと原監督に、はい、原監督の方がしてと、はい、ついてちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、いいですね、例えば、担当された作品、まあはい、悪夢なんかは、はい、あれは非常に映像にするのがやっぱ難しい気がするんですよね、うんうん、そのまあ、言ってしまった幽霊という、うん、大川の方がひどいからね。大川さんが多分テレビ最終回だからやりたかったことをまあ見つけた形だと思うんですけど、うん、それを映像にする上で原監督がこう苦労されたりとか悩んだりとかなかったですか。いやもうそんなのはなかったよね、うん、だからまあ疑問に思うのも大事ってことですね、うん、疑問に思う時間すらないぐらいに早く終わっちゃえばいいかなっていう。あれ一本撮り、あれは二本撮り、二本撮りはその時と一緒だったかな、うん、あれもう終わりっていうぐらいな感じで行けば、しめしめと思ったよね、しめしめと思ったよね。確かにそのスピード感がもう唯一タイトルワーク始まったらまたすぐもうあれもう赤レンガみたいな、そうそう、息つくのは本当にあのカオルが家出少女だったから、家出から、はいはい、うん、その人を捜索するというか電話かかってきて、うん、あ自殺だ、うん、自殺しようとしてる人を止める話だけがサイドラインで、うん、はいはいはい、それ以外はかなりハラハラというか、うん、そうですね、どういう展開なんだろうってね、あれハラハラと疑問というか、ね、うん、僕は考えて書いてないから、俺も考えて撮ってないから。ああ、ほら。そんなわけない。だから見てる方もどうなるか分からない。どうなるか分からない。なるほど。そうなんですね。いや、あれはだから、その。結構不思議な話ですもんね。ずーっと、ね、うん、オープニングからというか、冒頭からというか、うん。それがでもいいんですよね。そう、それがいい。本当に。一時ながらクーペの退治するところも。そう。ね、っていうのが。消えてるみたいなね。で、それが、舘さん、恭平さんのやっぱり表情だったり、そうね。困惑してますもんね、うん、お二人が。そうそうそう。そういう姿を見せないようにしてるければ困惑してるっていうのがまた。うん、ね、二人は上手だよね。いや、上手だよ。それでもう一つはその今狙撃っていうのがあるんですけど、はい、うん、狙撃のあの最後屋上のシーンで、うん、まあユージが、まあ、止めて、うん、タカを殴るというか。はい、あれも非常にそのバディだけど対立した時ってこっちもすごく引き込まれるんですよね。うんうん、であのシーンのなんかこうエピソードだったりとかありますか。あのシーンのエピソードでも、まあ、2人でどういうふうにするかなっていうあの話をして、はい、でああいうふうにしようっていうことになって、で2人ともやっぱりなんだろうな、うん、もうできてるからさ、はい、そうですね、もうね、うん、だからもうあうんの呼吸でああいうふうにこう言ってるっていうことだと思うんだよね。それとあの狙撃に関してはね、やっぱりムルトさんが出てくれたのがすごく良かったなっていうね。そうですね、うん、でやっぱりねあのキャスティングって大事でね、タシさんと京平さんがいて、やっぱり中条さんがいて、はい、それでムルトさんがいるっていうのはものすごく熱いんだよね、はいはい、うん、そうするとやっぱりなんかその熱さがリアリティになったりするのね、あのフィクションなんだけど、はい、それはね、室田さんに出てもらってよかったなって、ね、やっぱりあの中条さんと室田さんの芝居を見てるとね、ああいいなって感じするのよ、うん、そうですね、いや本当にあの中条さんも結構真面目にやってたからね、室田さんだと言いながらさ、あやっぱりなるほど、うん、やっぱ中条さんと室田さんのこの対峙関係っていうのはさ、面白いですね、その芝居をするというさ、役者のさ、はい、ぶつかり合いじゃないけど、ぶつかり合いなんだよね、うん、これはね、楽しいなと思ったよ、見てて、それは、いや僕も再放送でちっちゃい頃ながら、うん、おっかないなと思ってやっぱり、やっぱりそうですね、まあ本当にでもアブネカ史上の中でも、うん、最も貫禄があって、本当にその、うん、まあ、国のトップに、はい、うん、役座の親分っていうね、っていうのがもう板についていたので、うん、そうおっかないなと思いながら、そのピリピリしたその、うん、近藤課長との、うん、見てたんですけど、先輩後輩から言えばやっぱり中途さんの方が大先輩なわけだけどさ、
っぱ中佐もさ負けまいというさ、なるほど、うん、あのシーンはしびれますよね、うん、だから本当にこう高と裕二が霞むぐらい、うん、それぐらいの存在感があった絵ですよね、うん、そのあれだけやっぱりあのピリッと締まったあのものがあるとやっぱり高と裕二がまたどっかで弾けてもさ、あもう2ペイになっていくっていうさ、許されるっていうさ、うん、はいはい、絶妙なやっぱりいいバランスなんだよね、アプデカっていうのはね、そうですね、だからコミカルにも触れるし、うん、はいはいはい、締まったりするという、うん、面白かったですよ、うん、いや狙撃は本当にそうですね、まあ、でその存在感がやっぱり劇場版でもね、室田さんはあの出て、うん、そこでも本当に貫禄という、うん、すごい存在感が記憶に残ってるんですけど、狙撃の回、そのナイトウェイブスという、あのサントラがあってですね、はい、このテーマ曲っぽいやつだね、うん、この曲は実はかかる回数は少ないんですよ、うん、あの成田監督が担当された脱出という回の狙撃の2回かな、うん、あの最初のテレビシリーズだとその2回きりなんですけど、うん、高のピンチだったり高のこう心情がすごい揺さぶられてるところ、うんかかる、うん、ちょっとスローモーションになったりとかしてね、はい、かかるんだよね、本当にコアだね君たちはね、これはそうでもないよね多分全然知らないな俺たち、まあ それがやっぱり音が差し込まれるタイミングがもう神様なんで、神の芸能なんです、それは鈴木誠二さんの力だなそうだでもそこも鈴木誠二さんと監督が決めること、うん、まあでも、うん、基本的には鈴木誠二さんだよ、そのセンスは、うん、鈴木誠二さんもうお任せだから、ある意味毎週やってるやつってさ、映画と違ってさ、うん、もう次々やってるから、うん、だからあの鈴木さんが誠二さんがやっぱり本当に一人でこうやっちゃある程度やっちゃうんだよ、だから監督がもし見てさ、あまりにも違ったらね、言うだろうけど、うん、そうじゃなければさ、もうほぼ誠二さんの先生だね、いやもう本当にすごい、もう鈴木誠二さんにもお話を聞いてみたいと思って、ね、って思ってるんですけど、本当に絶妙なタイミングでかかるし、うん、曲のそのテイストがやっぱり、うん、ナイトウェーブスはやっぱり高山に合う、うん、重たくて、うん、それでいてこう、切なさもあるというか、うん、絶妙なんですよね、それが本当さらに作品をこう美しさをなんか助長してる感じがするんですよ、うんうん、すごいね鈴木誠二さんはね、本当にすごいですよ、本当にすごいと思います、誠二さんに任せればもう OK っていう、なるほど、うん、いろいろ持ってんだ材料ね、音のね、うん、ゴルフやりながらよく仕事してるゴルフがおすすめ、大好き、そうなんだね、そうなんですね、やっぱそのセンスっていうのはもうすごいね、すごいことです、なかなかね、鈴木誠二さんってのはかっこいい人だね、ダンディでね、ダンディなんでね、うん、アブデカを作ってる方皆さんかっこいいっすね、ルパンも誠二さんだしさ、あアンパンマンもそうだよ、ダンディだろ、アンパンマン、アンパンマン音楽界のレジェンドいやすごい、もうそのダンディで言うともう本当にそこは、うん、まあ原監督もね YCC で来られた時はちゃダンディやめてよやめてよ、ダンディこれ僕ねすごいダンディだよ、すっごい面白くて覚えてるのが、はいはい、原監督がダンディじゃないですか、はい、あの日はもうグリーンのベルベットのはいはいジャケットをねお召しになられてスニーカーで外すってね、僕はまあもう服好きなのでああなるほど、もうなんてエレガント、なるほど、そういう見方するんだ、やめてよすいません、そういうとこまでごめんなさい僕ら見てますからでそれで原監督が持ってきていただいたそのアルバムがあったじゃないですか、はい、ありましたね、そう、はい、それを見てもう原監督と役者さんも どっちがで役か分かんないぐらいエレガントな写真を見て、写真の数々があの柏原さんが言った一言が、はい、なんておっしゃってました先生、もう原ちゃんかっこよすぎてこれつまんないわっつって、もう閉じるっていう、それがね面白くてもう笑っちゃったんですけど、もうそれぐらいもう原監督のそのエレガントさ、あれ監督ってね基本的にね、あの基本的にダンディなんだよ、そう、それを掘ってみたかったんですよ、あの黒沢さんから始めて、やっぱりそれは黒沢さんもああいう風に格好してアメリカ好きで、アメフトかなんかとかいろいろ昔からそういうのが好きだったりして、うん、で東方の撮影所の近くにゴルフ場があったんだよ、東方の、はい、あのショートホースなんだけど、そこでやってそれから現場行ったりとかそういうことやってるんで、すごいね、あのだからシーンの侍のその最後の盾はアメリカフットボールの
あれで考えたりしてる。ああ、フォーメーション。うん、フォーメーションで。そういう風にして変わってて、岡本喜八さんも真っ黒だし、はい、で、あの長谷部さんもそうだし、はい、で、結構ね、はっきりダンディ派と、レクラーとドカタ派と分かれるわけだよ。で工藤栄一さんなんか工藤栄一ね、どかたの方みたいな。で成田もそっちなんだよ。どかた派なんだよ。原ちゃんはダンディ派。いやいやいや、はっきり分かれる。へえ。で西村清さんものすごいダンディ派。ダンディ派ね。西村さんね。外人と間違えられるぐらいだ。あ、それはかっこいい。西村さんね、ライターは全くだその辺のおじさんと変わらないからね、見てても分かんないから、ライターも全然ダンディじゃないよ。いや、ではなく僕が受けるのは、多分その影響を受けてる、そのやっぱりスタイルの違いで、やっぱり、まあ、大川さんもそうですけど、柏原さんからそのアメリカの昔のその、うんうん、マックインだからね。はい、マックイン、そのああいう頃を感じて。うん、あ、でもうち下町歩いてる時はもう高倉健だよ。絶対らしい。江戸っ子感がすごい出ますよね。人形町って感じですけど。人形町だからね。はっきりライターの場合ではインテリ派とそうじゃない派があるから、あのインテリの方はそういう格好しないんだよ、はい、やっぱりこう文学青年っぽい人たちが、その新井春彦とかな、だからさ、そういうさ、あのインテリ系がいるわけだよ。俺たちインテリ系じゃないから。ブライ派ってのもいいじゃない。そう、ブライ派。長原修一。長原さんとかな。そう、はっきり分かれる。監督がもっとだからさ、あのいろんな人としょっちゅう会う仕事だから、うん、だからやっぱり格好も しっかり、やっぱりある程度もカリスマ作んないと行くに行かないから、役者なんか。確かに、うん。だからそういう意味でダンディで。いや、そうですよね。ですよね。でそのダンディを形成されたのは、うん、まあ、原監督はアメリカンニューシネマだとか、それから、まあ、ピノノワールだとかっていう言葉を、うん、あの聞いたことがあるんですけど、それは長谷部かなえさんのシネマバーラジオだったんです。そういう映画を見あさって原監督のダンディが出てきました。いや、そう、どうなんだろうな。男好きじゃないの、男と女とかそっちが好きだよ。だって、あ、まあね、ピノノワールとかね、ピノノワールとかそっちが好きだよ、ゴダールとかさ、うんうん、フランスってやっぱ、まあ、そのエレガントさがあります、うん、そうエスプリだったり、またアメリカちょっと違う段階、ね、うん、フランスは、うん、結構好きだね、フランスの映画はね、うん、あ、この前だからね、あのカーチャー記念館だな、記念館、うん、あの鎌倉にある、うん、あれ行ってたんですよ、うん、はい、でボルサリーノをやってたな。おお、ボルサリーノ、うん、アランドロンの特集みたいなことやって、一発目の方ね、うん、いや久しぶりに見てきて、あの結構面白かったですよ、うん、あれはカット数まで一緒にしてるっていうね、うん、アランドロンと、うんうんうん、ベルモント、うんうんうん、そういうのを見るとやっぱり面白いよね、うん、でもね、本当ね、うん、やっぱり映画ってそのファッションとすごく関わり深い、まあ、はい、ありますよね、それはね、うん、じゃないですか、うん、僕もそのファッションっていう目で見ても、うん、やっぱ遡ったところに、まあ、僕はスーツ、仕事がスーツなもんですから、うん、スーツをよく見るんですけど、はい、スーツの方の、あの歴史伝統とかクラシックのその神髄だったりとかが、うん、やっぱり眠ってるで、うん、で逆に言うとそれを知らない人が今増えちゃったから、うん、そのスーツの着方がなってない日本人がいっぱいいるんですよ、正しくやりたいわけね、スーツをね、僕はあの中学の頃から高校にかけて見た映画で、はい、スーツを着てすごく似合う男優っていうのは、はい、ショーン・コネリーなんですよ、はい、ショーン・コネリー、ゼロゼロセブン、ダブルセブンなんですよ、ダブルセブンの、あの、うん、スーツの、あの、かかっすよね、あれがね、やっぱ基本なんですよ、はい、ああいう風に着てみたいなっていうね、あの、は思いはずっとありましたね、うん、わかる、はい、ショーン・コネリーはね、本当にね、年取ってもかっこいいしね、そうですね、うん、そのスーツの画像を送ってきて、うん、こういうの作れますかっていうふうに人も言うぐらいの、うん、で、こう袖をさ、ワイシャツをずっとこう出したりさ、する仕草な、ああいうのはね、うん、確かにかっこいいですよね、うん、ポール・ニューマンもかっこいいから、ポール・ニューマンね、うん、やっぱそういう、そこにそのあるべきファッションの姿がやっぱり映画にあるっていうことを、うん、あの仕立て屋の仕事を、まあ、今10年ぐらいなんですけど、うん、中で気づいてきて、はい、それをスーツ
知らない人は、まあ、復習するためにも映画を見てほしいなっていうのがあって、うんはいうん、やっぱ時代がその多分原監督とか柏原さんの頃はもう映画というのがテレビよりも主流の娯楽、うんまあうん、最大の娯楽というか、うんだ そういう人だから感性がこんだけ磨かれてなるほどエレガントとかダンディが確立される、うん、俺が一時期さそのガルシアの首のさオーレン・ウォーツのさ、はい、ジャケットがあのスーツが欲しくてさ、はい、であの富士山あの自分が撮った猫の息子とかそのあのその後のシズミア持ってこいとかさ、うん、それっぽいスーツを富士山に着てもらってんだけど、うんはい、あの朝のスーツで、はいうん、昔それを買いに行く時デパートさあのガラシアの首のさ、オーレン・ウォーツのスーツあるってえっていうのが何のこっちゃまだガラシア見てないのかって映画から説明しなきゃいけないそうあ一時期ローサムカーボーイっていうのにさコマーシャルに出ててそのオーレン・ウォーツが、うん、あのパイオニアの、うん、あれがやっぱその格好で出てたんだよ、うん、これかっこいいな一時期ずっとそれ着てたよ、うん、それぞれだからあのいるんですよだからモデルモデルがレガートのバートレイノーズに凝ってるからねバートレイノーズのねジャケットなんだけど、うん、下品なんだよでさもう本当に評判が悪いんだけど、うん、それがかっこいいんだよ男からするとバートレイノーズのさジャケットとかさ買いに行ってさわかんないなわかんないわかんないよなわかんないですよで、あとで一時期ね、やっぱあの、ね、ダーティーハリーの頃かな、うん、あの、肘当てがついてるやつが流行ったんだよ、うん、はい、はい、はい、うん、で、あれもさ、しばらくさ、あれをあのところ着ててさ、ジャケットさ、うん、その何年か前にさ、あれかっこいいからもう一回着たいなと思ってさ、うん、あの、エディ・バウアーが潰れる前にさ、うん、エディ・バウアー行ってさ、これ肘当てるやつないのかって言ったら、いや、ないんですよって言うんだよ、お前作りゃ売れるぞとかさ、いつでも言ってたんだけどさ、で、年齢的にさ、その、ある程度あれを知ってる年齢ってのは金持ってるから、まあ、そうね、うんああああだからちょっと高くても買うんだよ。うん、はいはいはい。そうそう。ダーティーハリーもそうだし、マックイーンもさ、ブリットのさ、ブリットの時に着てたステンカーラーのコートね。はい。あの着方はさ、やっぱり真似するわけですよ。だからブリットのタートルネックね。タートルネック。だから大体さ、そうそうそう。今日はブリットで行こうとかさ。ああ。なんかそういう気分。ファッションで言うとやっぱり映画ですよね。そうですよ。マットリーなんだ。ジャンパーはもうだからさ、あの。マックイン系で行くからね、だから、ね、MA1 切りゃさ、それはさ、あのハンターの MA1 だからさ、うん、ハンターの映画だからみんな買いに行ったからさ、雨横にさ、そうなんだよね、A2 だったら大脱走が A2 だから、うん、みんなそうやって買ってるわけだからさ、うん、だからジャケットとか洋服が大事だ、若いやつもそうやって言ってくれるよな、そうです、本当にそういう風にあるべきだなっていうのを、うん、なんか知れば知るほど、うんうん、で、逆にそれが今はこう足りなくなっちゃってるというか知らないので、うん、本当にこう、まあ、海外と比べると非常に日本のスーツスタイルがよろしくないダサく感じるよね。そうなんです。そうだね、洋服系はね、安いの買っても買うよりちゃんとしたやつ買った方が持つから、ね、うん、絶対それ多少高くてもちゃんとしたやつ買った方がいい、うんうん、そうですね、うん、本当にそれはもうおっしゃる通りで、だから皆さんもその映画を、勉強すると実は感性が磨かれて、はいはい、こういう風にダンディになる。俺じゃない、これいいですね。俺はドカタ系だから。いや、アメリカンスタイルはもうこっちです、ね。アメリカンスタイル。フランスで。そうですね。で、そんなお二人に、そのまあ、お二人のエレガントだったり、ルーツでもそうですし、まあ、アブデが好きだったら、多分これも見た方がいいよという、うん、僕らのが、あ、おすすめの映画。知らないであろう、おすすめの、作品とか洋画、フランスでもフランスもアメリカを含めて今いろいろ出ましたけどね、その2人だそうとか、うん、ちょっと何本かエレガントにダンディになりたいんだったらこれ見といた方がいいよという。なるほど、いいね。どうですか。いや、俺はもうあの破壊だよ、破壊、破壊か、エリオット・グールドとロバート、なんだっけ、あれ二人でさ、なんかエリオット・グールドがさ、あのスタジャン着てるんだよな、これもさ、かっこいいんだよ。おいでさ、その二人がさ、あのジャケット着てるのもあるんだけど、それはね、あのかっこいいよ、うん、あれを見ると、あのアブデガよりか、もうちょっとその砕けてるんだけど、うん、その、あのアメリカ人に近いですね、うん、あの面白い、うん、あとやっぱりあの洋服系で言うとさ、やっぱりさ、ロングッパイとかさ、ロングッパイね、あのロングッパイとかさ、着崩れた感じのね、うん、それからあとは動く標的のポール・ニューマンのスーツね、うん、だからあれはもう亀チラシがかっこいいよ、へぇ、うん、その辺の要素は全部入ってる、うん、アブデガにね、あ、やっぱそうですね、それがこう、うん、
なんかエッセンスとして流れてるのが遡れる。要はね、要はね、役者さんがいかに魅力的な映画かってことなんだよ、うん、それが面白い映画なんで、だからその今俺が言った映画は全部役者がいいわけよ。つまり役者が魅力的で見たやつがやっぱり真似したくなるわけ、うん、そのライフスタイルとか服装も含めてね、うん、だからアブデカもそうなってきてるわけ でやっぱり真似してるファンが増えてくるってことは当たるってことだよね、うん、いいことだ、うん、またそれがその海外で様になるものが、あの二人はそういう、まあ、セリフに関してもそうですし、うん、本当にかっこよく決まりますよね、うん、まあ、決まりますそれの俳優さん次第で、やっぱりあの同じセリフ書いてもさ全然つまんない生活になる俳優もいるわけだよ。だからこの二人は違うから、うん、そこはすごいですね、うんうん、原監督 のおすすめ、これ見た方がいいんじゃないっていうおすすめをぜひ僕らが見たでしょ。でも冒険者たちって知ってる？冒険者たち、冒険者たち、アランドローンとリード・バンジェラーとジョアンナ・シンパス、ジョアンナ・シンパス、チェックします、うん、もう僕らその知らないで、でももう遡りたいと僕も今思ってるんで、うん、ちょっと何個か挙げていただけると、俺はリード・バンジェラーなんだよ。アランドローン、アランドローン絶対わかるんですね、わかるんだよ。やっぱり、まあ、そこにやっぱこのスタイルの違いが、うん、あったりするのかな。あ、それがでもやっぱりその流行とか何かに流されない男のかっこよさは多分それなんですよね、うん、最初はまあ憧れだったり、はい、あの真似から入るかもしれないけど、はい、それが自分のスタイルになる、うん、あと遊び心っていうとやっぱり狼や天使の匂いっていう映画、天使の、ルネクレマンの映画ね、ジャンルトライティングやつ、あ、それ好きなやつ多いね、ロバートライアンね、うんうん、これまた2人がかっこいいんだよね、アウトローの話だけど、うん、いいですね、じゃあぜひチェックします。
アブデカファッションプロダクト復刻企画第2弾の最もの高の3ピースですね。このねポケット手入れる仕草、それから V ゾーン、ベストの形とかね、まあかっこよくてね、こう浸っちゃいますよね。もう横浜歩くのが本当幸せな思考の一着ですね。もう360度かっこいいですし、そこの風格、男らしさとかダンディズム、色気みたいのがもう存分に味わえる、ほんと特別な一着です。ぜひ見てみてください。こちらがアブデカファッションプロダクト復刻企画第1弾のユージのステンカラーコートですね。ポイントはこの襟です。襟見ていただくと、この立ってる感じ、それからこのシワ感とこの光沢、ドレープですよね。このあたりをなるべく忠実に再現した形で復刻してみました。動いたりするとちょっとひらっと動く感じ、走ったり時にもすごく軽快で、有事の気分が味わえる一着になってますね。ほんと横浜歩くと気持ちがいいコートです。ぜひ見てみてください。